リアルジャパンセブン。全日本ユース代表の三上監督、全日本高校選手権 V3 を達成した高校サッカー界のスーパースター猛虎日向小次郎。打倒東邦学院はならなかったものの、まさにフィールドのアーティストと呼ぶにふさわしいテクニシャン三崎太郎。この3名による緊急記者会見が始まろうとしています。僕たちの目標は、さっきのブラジル選手権で翼くんが宣言した通り、今度のワールドユース選手権優勝です。日本のワールドユース優勝？君たちは本気でそんなことを言っているのか？日本サッカーのレベルでは予選突破すら至難の技と言われているんだぞ。これを優勝だなんて考えが甘すぎるんじゃないのか？予選なんかねえじゃねえ。俺たちが目指すのはただ一つ、世界一だ。翼くんと共に勝ち取った国際ジュニアユース大会での優勝。その後、僕たちは誓い合った。次はワールドユース優勝、そしてワールドカップ優勝を目指そうと。夢というのは大きければ大きいほど叶えがいがあるんです。僕たちはこの夢に向かい、あとは邁進するのみです。これより三上監督から全日本ユース第1次合宿メンバー22名が発表されます。なんだあいつらは。知らねえのか？あれは三上監督が提案した全日本ユースの入団テストさ。俺たちもうかうかしてられないってことか。はあ？まさか。見すぎ。あいつはフィールドの飛行士見すぎ順だよ。これは翼と同じドライブシュート。三次は驚異のロングドライブシュートをマスターしてやがった。赤組のキーパーと6番、2人は合格だ。早速今日から合宿に参加したまえ。以上だ、解散。せっかく静岡まで来たのに厳しすぎるんじゃねえのか。やったな、三次。おめでとう、三次くん。やったー、みんな。翼くん、あの三次くんも全日本に復帰し、僕たちはいよいよワールドユースに向けて動き出したよ。でも、このメンバーをまとめ上げ、引っ張っていけるキャプテン、それは翼くん、やっぱり君しかいないんだ。一日も早く帰ってきてくれ。いよいよ始まりましたね、サッカー黄金世代、彼らの世界へのアタックが。関係者以外立ち入り禁止だぞ。十分関係あるんだよ。全日本ユース勝負だ。何？全日本ユースを舐めるんじゃねえ。監督、そんなバカな。俺が止める。あいつは
プロのクラブチーム出身。俺は全日本ユース代表、大空翼に代わってゲームメーカーを務める弓倉信之だ。何？誰なんだお前は。俺の名は日野龍馬。全日本ユース代表のエースストライカーは日向小次郎ではなく、この俺が張らせてもらう。冗談じゃねえぜ。どこの馬の骨かもわからん奴に全日本ユースストライカーの座を渡しゃしないぜ。ヒューさん。監督、ほっといていいんですか。ガモ、約束通りやってきたぜ。三上、よく聞け。ヘナチョコ全日本。なに、こいつら7人こそが真の全日本ユース代表リアルジャパンセブンだ。なんでお前が。サッカーは高校までと決めてたんだけどな、このガモのおっさんにどうしてもって頼まれてよ。でもおかげで俺の実力はお前らの数倍にはなっているはずだぜ。こんな偉そうなこと言って、おめえら7人しかいねえじゃねえかよ。いや、しょうがねえだろ。最初は50人近くいたけど、ガモ監督の厳しい練習に耐え抜いたのはこの7人しかいないんだから。どういうことなんですか監督。俺たち以外に全日本ユースを名乗る奴らがいるなんて。それは君ら正規のユースメンバー以外に我々サッカー協会の別プロジェクトとして彼らも動いていた。影の全日本ユースとしてね。サッカー協会、影の全日本。いつまでもグダグダ言ってても始まらねえ。どっちが強い全日本で、どっちがヘナチョコ日本かは戦えばわかるんだよ。いいこと言うじゃねえか。そうと決まれば早いとこ試合をしようぜ。よし、試合は30分3セットで行う。もし3セットともリアルジャパンセブンが勝った時には全日本ユースのメンバーの中から7人直ちに出て行ってもらう。みんな面白い。受けて立って。イサキ、ボールだ。ストライカー同士のキック力勝負だ。行くぞ三崎。日本一のミッドフィルダーはお前じゃない、この俺だ。ポストプレイだ。日野の動きに釣られてしまった。そんな。ディフェンダーの浦部がゴール前までオーバーラップなんて。いつまでもポジションにこだわっているサッカーをしてるんじゃねえよ。全員攻撃、全員守備は現代サッカーの基本だぜ。ガモー監督に鍛えられた俺たちリアルジャパンセブンの実力を思い知ったか、ヘナチョコ全日本。一点ぐらいでガタガタ騒ぐんじゃねえ。こんな一点すぐに倍にして返してやる。何？
リアルジャパンセブン、実力は本物だ。よそ者に負けてたまるか。引け。見たかお前ら。約束通り、お前らの挙げた選手点を倍にして返してやったぜ。よし、もう一点取るぞ。いいぞ、勢いに乗ってきた。またチャンスだ。勝負はまだまだこれからだ。しまった。止めてやるたい。きた。出たな、昨日の南米仕込みの技が。南米仕込み。日野龍馬はウルグアイ生まれの日系で、プロのユースチームでも将来を期待されていた選手だ。見たか、ヒューバー小次郎。これがウルグアイでジャパニーズボンバーと呼ばれた俺の実力だ。せっかく逆転したのに、あっという間に同点かよ。試合を押してるのはリアルジャパンセブンだ。疲れも見せないあいつらは一体何者なんだ。翼や見過ぎと同じドライブシュート。俺だってドライブシュートぐらい操れる。俺は大空翼以上のゲームメーカーを目指しているんだ。何？負けた。全日本ユースが負けた。三崎ヒューガの両エースがいながら。認めねえ。こんな負けは俺は認めねえぞ。認めよう小次郎。僕たちの負けを、そして彼らの強さを。そうだ、負け犬はさっさとグランドを出ろ。何？よし、次のグループに入ってもらおうか。そっちは休みなしで戦うっていうのか。その通り。奴らはお前たちと違い、90分ぐらい休みなしで戦えるだけの体力は持っているんだ。さあ、舐めやがって。絶対に勝ってやる。
でどっちが真の全日本かはっきりしたろう。分かったか、ヒューガ、ミサキ。お前らが記者会見で偉そうに言っていたことが単なるホラーに過ぎねえってことが。てめえら程度の実力じゃ到底世界相手に戦えねえんだよ。違うか、三上。そうだな、ガモ、お前の言う通りだ。三上さん、お前のその情熱で全日本ユースを頼む。三上。監督、監督。虫垂炎、いわゆる盲腸だけど、こじらせて腹膜炎も併発していたんだ。でも大丈夫、手術は無事に済んで1、2週間で退院できるそうだ。そうか。みんな揃ってるな。ちょうどいい、全員に話しておきたいことがある。今日から三上に代わり、このガモー湊が全日本ユースチームの監督になった。三上が退院するまでの代理ではない、正式に監督の座はバトンタッチされたんだ。では今日の試合の約束の通り、合宿から出て行ってもらう7人を発表する。マジかよ。出て行ってもらうのは三崎太郎、日向小次郎、橘正夫、和夫、曽田誠、慈瞳博、新田俊、この7人だ。何の冗談ですか。この7人は全日本の主力じゃないですか。何が主力だ。お前らの欠点を教えてやる。まず日向、お前は点を取る前に味方に点を取らせるプレイ、自分がくさびとなるポストプレイを身につけろ。そして三崎、お前は大空翼がいなきゃサッカーはできないのか。もう一度自分のサッカーを見つめ直してみろ。後の奴らも似たり寄ったりだ。俺は長年にわたり世界各地のサッカーを見て回っている。簡単に世界一だなんていうてめえらこそ世界のサッカーを甘く見るんじゃねえ。そしてこの7人よりもさらに劣るのがてめえらだ。てめえらは明日からリアルジャパンセブンと一緒にもう一度基礎体力から鍛え直してやる。そんなこと言ってもアジア一次予選はもうすぐ始まるんだぞ。どうだい。一次予選には間に合わなくていい。ワールドユースに向けて本当の戦いは強豪チームが出揃うアジア第二次予選からだ。二次予選前、お前ら7人にもう一度チャンスをやる。リアルジャパンセブンともう一度試合をして勝つことができたんなら、お前ら7人の復帰を認めてやる。いいか、俺は今までのアジア予選突破を目標としたチーム作りはしない。目指すはただ一つ、本当のナンバーワン、世界の頂点だ。待て、ヒューガ、本当に合宿を出るのか。あとはよろしくな、夏山。よろしくって、三崎やお前が抜けちまったら全日本はどうなるんだ。それともあのガモやリアルジャパンセブンに対して負けを認めちまうのかよ、ヒューガ。冗談じゃねえ。俺は必ず、あの日野の野郎なんかは足元にも及ばない、世界一を狙うにふさわしいエースストライカーになって帰ってくるぜ。全日本ユースのたった一人のエースストライカーとしてな。それまでの全日本、お前に任せたぞ。待ってるからな、ヒュー。ヒューガも美咲も橘たちもみんな出て行っちまった。全日本は俺たちは一体どうなっちまうんだ、翼。